おはようございます。今日もね、天気が優れない曇りですけども、もう食べてる途中ですけどもね、ちょっとカメラが作動していなかったということで途中からやります。最近はですね、僕が住んでいるこの上尾市っていうところのね、近くの仕事がね、すごく増えてきたわけなんですよ。非常に喜ばしいことで、今日もですね、上尾市のお客さんの家に行くわけですけども、まあ他にもね、すぐ近くのね、稲町っていうところであったりとか、白岡っていうところとか、そういうところにね、お仕事で行くことにねなったので、近くっていうのは本当に素晴らしいことですね。あとね、それと同時にこの上尾とか稲町とか白岡とか、まあ埼玉市とか、そっちでもいいと思うんですけど、その辺でね、アルバイトのコードがもねできたら非常にね、めちゃめちゃやりやすいなと思うんですよ。ほんまに上尾の近くでちょっとバイトやりたいなっていう人がおったら連絡してください。まあ今日もね、すこぶる曇りやけども頑張っていきましょうか。だいたい1時間か1時間半ぐらいでは終わると思いますので、はい、お願いします。はい、今回チラシで連絡いただいたじゃないですか。はい、もう何万枚かチラシは巻いたんですけど、連絡来たの2件3件ぐらいで、なかなか、なんかね、重なったんですよ、チラシが。あ、そうなんですか。うん、かぶったんですか。そうで、だから私もチラシ何枚も並べて、へー、どれにしようかそうなんですか。そうなんですよ。それがもう、なんといっても技工士さんっていうのが魅力です。技工士やっててよかったですよ。そっから技工士さんだったら大丈夫だろうと思って4人いた。4人ですか。じゃあ結構大きい、いいんですね、そこ。主にその技工士の人は、どういうの数字なんですか。電車とか、クラウンとかですか。もう何でもない。何でもですか。はい、あ、もう全部、付き合ってたんですか。じゃあ特に外注とか出さずに全部、院内で作ってるような感じですか。はい、金属症の時に、はいはい。外注に出すっていう時ありましたね。結構夜遅くまで仕事されてましたか。しましたね。そうですか。どこもそうですね。いや、そうですね。僕も本当に夜の12時超えるのは当たり前な感じで働いてたんで。やっぱりいい人ばっかりだったんで。はいはい。歯科の仕事が終わると技工室遊びに行って。はいはい。私らお茶飲んで、技工室さん一生懸命仕事して。そういう残酷なことやってました。よくありますね、それは。上尾の方はもう何十年もずっと住まれてるような感じなんですか。もう私は上尾市から出たことがない。あ、そうなんですか。でも引っ越しは5回ぐらいやってます。あ、そうなんですか。ここに引っ越してきて10年ちょうどぐらいですね。ここにいるとうるさいですかね。あ、全然大丈夫ですよ。全然もう自由に喋ってくださいよ。なんかお仕事に興味が。あ、そうなんですか。人生で初めて見ました。あ、そうなんですか。はい、壊れるまで使い潰したって。エアコンの掃除はこんな感じで、あとは片付けて終わりにします。ありがとうございます。これお釣り、これです。じゃあ、ありました。あ、やってきました。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。今日の晩ご飯は、マクドです。何頼んだっけな？ Uber でさっき持ってきてくれたんやけど。照り焼きチキンガダブルのやつです。うまそう。うん！やば、顎裂けそう。マジか、ストローない初めてなんやけど、マクドさん。まあいいや。今月もね、もう月末ですよ。この動画の次の動画っていうのは、月末の決算発表の動画になります。月末が日曜日やったんかな、今月は。だから本当はね、土曜日に動画出すはずなんですけど、土曜日を出さない代わりに、月末の日曜日、30日にね、決算発表の動画を出そうと思います。実質的にはこの動画が今月最後になります。
僕の YouTube の動画っていうのは土曜日とね水曜日に動画を出してるわけですけど、もうほんと明らかに土曜日の方が再生回数が悪いです。もう比べ物にならんぐらい明らかに悪いです。だからですね、来月の7月からはちょっと動画を出すね曜日を変えます。やっぱね、この YouTube やってる人からしたら金土日が再生回数増えるとかなんか言われてるんですよ。結構そういう風に言う人多いんですけど、でもそれは僕には当てはまらないなっていうのが明らかに分かったんで、金土日に動画はもう出しません。もう金土日はね動画を出さないという風にやっていこうと思います。水曜日がね結構再生回数いいんですよね。だから月水どうでしょう、もう月曜日と水曜日に動画を出すっていう、来月からは月曜日水曜日で動画を出していこうかなと思います。コメントの方でね意見を書いていただければと思います。月曜日と水曜日に動画を出していこうかなと僕的には考えております。来月から。まあそれと同時にですね、この YouTube ショート、 YouTube のショート動画もそうだし、TikTok であったりインスタのリールであったりっていう動画も、そういうね1分とか2分ぐらいの短い動画っていうのも、まあそこら辺はやっぱ再生回数一番稼げるもんですから、そういうのはね特に曜日とか関係なく出せる時にねボンボン出していきたいなと思っております。どんどん暑くなってきましたね、ほんまに。外出るだけで本当に蒸し暑いですね。しかしですね、僕は本当ね、夏が大好きな人間なんで、もう、どんだけ蒸し暑かろうがね、全然苦じゃないわけなんですよ。だからですね、もうどんだけね、外仕事が続こうがですね、僕は一向に構わないんでね、そういうね、お仕事をね、どんどんね、ご連絡いただければと思います。上尾市を中心にですね、まあそこからね、お隣のね、埼玉市であったり、桶川市であったりとか、ね、白岡とか川越とかもあるわけですけど、その辺だったらもう僕は一瞬で行きます。喜んで行きます。だからその辺に住んでる方々は、ぜひともご連絡いただければ非常に嬉しいです。やっぱり僕はですね、この大きくなんか、どこでも行きますみたいなスタンスもいいと思うんですけど、でもやっぱり今やるべきことはですね、このまず、僕が住んでいるこの上尾市。この上尾市でね、今22万人の方々が住んでるわけなんですよ。この22万人の人ら全員にですね、まずこの便利屋ダリアという存在を知ってほしい。認知してほしい。それぐらいの企業にね、していきたいと思っております。それで上尾市ナンバーワンの企業にまずはなってですね、そこからですね、どんどん広げていきたいなと思ってます。まずはですね、この局地戦を制したいと思っております。ランチェスター戦略っていうみたいですけど、とりあえずこの上尾市っていうところでね、圧倒的一番になりたいなと思っておりますんでね、そこにまず僕は力を入れていきたいなと思っております。という感じで、とりあえず来月も頑張っていきますんで、今月もね、皆さんお疲れ様でした。というわけで今回の動画は終わりです。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンやっていてください。それでは、お疲れ様でした。